2020年度の DV ドメスティックバイオレンスの相談が早くも過去最多の件数に達していることが分かりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響とみられています。内閣府の調査によりますと、2020年4月から11月までに全国の自治体が行う配偶者暴力相談支援センターと、去年内閣府が開設した DV 相談プラスに寄せられた相談件数は合わせて13万2355件と過去最多になりました。前年の同時期に比べおよそ 1.4 倍から 1.6 倍の水準で推移しているということです。内閣府の担当者は、新型コロナの影響で外出自粛になり、加害者と同じ空間で時間を過ごすことが増えたのが原因と推測されると指摘しました。橋本男女共同参画担当大臣は、新型コロナの拡大で緊急事態宣言も発令されたことから、引き続き状況を注視するとともに、対応強化が必要と述べました。今後は、DV 被害者の相談や支援につながるように、相談窓口の周知徹底をしていくということです。